こんばんは。やっほー。ん？固定する。こんばんは。よし。あ、お話し会の再販が始まった。お話し会の再販が始まったのか。よいしょっと。こんばんは。そう、花粉にやられるんですよね。ちょっと寒いから。こんばんは。お昼ぶりです。元気になりました。再販、また生写真とかリアル、オンラインサイン会とかツーショットとかもありますので、可愛い服、そう、掃除したら出てきた。こんな服買ったっけってね、思うのがなんか出てくるんだよね。服買いすぎて、あれ、こんなんいつ買ったっけっていう。服がね、出てくるんですよね、掃除したら。よいしょ。今日デカビタではないですね。お水と午後の紅茶、違う、紅茶家電だ。紅茶家電です。紅茶家電買ったのか。ギフトありがとうございます。今日はカフェオーレではありません、紅茶です。ミルクティーか、まあ、よう分からんけど、そう、なんか掃除したら出てくるんですよ。だいたい 1,2 回ぐらいしか服着ないから、あれ、こんなん買ったっけっていうようなスカートとかズボンとかも出てきて、結構捨てたんですけど、これは1回着たんかなっていう。まあ、その大量に服があるんですよ、そんぐらい。最近断捨離をして出てきました。え、アルコール、そうなの？うどんはね、私は食べてないです。あれ、なっちゃんですね。結構捨てました、服。ゴミ袋4袋分捨てた。 40ml じゃないわ、ちっさ。40ml のゴミ袋4袋分は捨てた。土曜日に。それでもまだまだあるから、今日も配信終わったら結構捨てたい。こんばんは。もうあっても着ない服はね、捨てようと思って。こんばんは。
こんばんは。もったいないよなと思いつつ、まとめて引き受けてくれるところがあったらいいんですけどっていう話をなっちゃんとした。古着屋とかに持って行っていいのかな、こういうの売れるんかな。まあ売れなくても引き取ってくれるだけでもありがたいけど、もったいないから。こういうなんかメンバーとかあげたりはないですね。欲しいって人がいない。こんななんかアイドルが着るような服なんか売れるんかなって。ワンピースとかさ、ブリブリなワンピースとかさ、古着屋さんって売ってないイメージがあるから、そんなん持って行ってもなんか引き取ってくれるのか。こんばんは。リニューアルするね。まあリサイクルみたいなのを使ってくれたらいいですよね。確かに。どうせゴミになるんだったら。こんばんは。あのコートとかもめっちゃ持ってて、なんかいろんな色を、ジャンバーみたいな、それもいらないなって思ってるから。まとめて引き取ってくれるだけでありがたい。こんばんは。こんばんは。宇和島行きたい？遠い？でも友達も親戚もいないの。友達にあげたんですよ最近、一袋分ぐらいだから。でももう友達はいない。広島に、愛媛帰っちゃった。こんばんは。こんばんは。色白白いですか。親とは合わないですね。そう、 A 子さんにね、次はいつ広島来るのって聞いたら、3月にあと1回親と行くだけって言ってたから。そうなんよね。まあ聞いてみて、その時にいるって言ったら、いる分はあげてもいいや。こんばんは。こんばんは。でも花粉症にやられてて、鼻が。うどむさんギフトありがとうございます。夜きついな。なんでだろう、ストレたからかな、ご飯食べに行ったからかな。昼はなんかそうでもなかったんですけど、今はちょっと掃除したからかな、どっちかわからんな。さっきもちょっとなんか掃除したので、昼生きてたんだけどな。目はかゆくない。
分飛んでるらしい。コンペイトひな祭り、ひな祭り仕様ですか。ありがとうございます。コンペイト空気清浄機持ってるけど。文吾さんリラックマありがとうございます。明日はカラオケ配信もやります。できるかな。鼻が真ん中で待機。はい、すごい、ひな祭りギフトなんだ。早い。ありがとうございます。おひなさんですね。ありがとうございます。そう、9時からくだらないとあるけど10時から配信できそうなので、10時過ぎぐらいからは。2月は明日しかないので、2月カラオケしたいと思います。明日10時ぐらいから。おひな様かわいいギフトありがとうございます。はい、エース知ってますか。その文吾さんギフトありがとうございます。もう2日ですね。あと明日で終わりですね。2月。カラオケ。うどむさんギフトをありがとうございます。こんばんは。そう、10時から10時過ぎ、遅くて10時過ぎ、10時半からやろうと思います。明日は。そう、9時からはね、くだらないとがありますので、 YouTube かな、くだらないとは。 YouTube 配信です。で、ショールームは帰ってきてからなんで10時半ぐらいかな、10時過ぎからやります。こんばんは。カラオケできるように花粉を止めたいですね。鼻声じゃできないから。お相手はね、吉崎凛子さんです。くだらないと。ってことは深夜はクラコンだね。明日クラコン見てね。花粉症の薬とか持ってないよ。こんばんは。 YouTube はアーカイブあると思う。アーカイブ？リモート？じゃないと思う。明日は もうリモートじゃないと思うな。あれはコロナ禍だったからリモートだけど。鼻うがいしたことないです。何が変わる？鼻うがいしたら。よいしょっと。なっちゃんが今日鼻うがいのやつ探してた、薬局で。鼻うがい結局買わなかったけど、何が変わるんだろう。つらすぎ。
タジオがいい。あ、ありがとうございます。おひなさん間に合ったかな。服部さんありがとうございます。目と鼻を洗います。目も鼻うがい痛そう。鼻から水入れるみたいなもんでしょ。痛そうなんだけど。絶対痛いよね。こんばんは。即効性がある。へえ。寒いからこれ着よう。こんばんは。痛くない？嘘だ。鼻から物入れるって言ったらもう痛いしか考えられない。鼻から、寒いか分からん。とりあえず鼻やばいから。寒いか寒くないかも分かんないわ。暖房つけてるけど 18.7 度。まあまあ効いてるか。 18.7 度。鼻だい。鼻プールとかでさ、鼻から息吸ったらめっちゃ痛いから、あのイメージが強すぎて。こんばんは。ね、プール痛すぎる。お風呂でも痛い。お風呂で鼻から入ることはないけど、鼻から入ったらとりあえず痛いイメージが。目を取り出して洗うと気持ちいい。マジ？今度やってみよう。エアコン入れなくて17度？めっちゃ暖かいじゃん。私入れて18度だよ。しかも24ぐらいで入れてるのに。18度しかないよ、入れて。どうして？どうして？今日はあったかいんかね。洗濯物取り入れなきゃ。こんばんは。こんばんは。リラックマありがとうございます。リラックマキャンペーンももうそろ終わるんじゃない？今日はノアピのイベントが終わってたけど1位だったね。すごい。服部さんリラックマありがとうございます。リラックマビターです。これほら、カカオポリフェノール。美と健康を考えたカカオポリフェノールだから、あんまり体に悪くない。高カカオポリフェノールです。リガックマ見えるよね。
胃と健康。あ、最後配信できなくて4位に下がったの？そうなの？私が見た時1位だったんだけど、7時くらい、8時、7時ぐらい。え、そうなの？だから強ーと思って、しかも190万差ぐらい空いてたから強いって思って。抜かれるの？うどむさんリラックマありがとうございます。19時か20時頃見たんですよ。そしたら1位で、しかも190万ぐらい空いてたから、これはいけるでしょうって思ってたのに。そうなんだ。ありゃりゃ。ゴミを出したいからさ、今日で食べきる。そんな200万もあったらさ、いけると思うよね。200万も逆転されたんだ。こんばんは。こんばんは。リゴリゴさん、コンペイトをありがとうございます。ラスト1個。急なチョコ摂取。あ、お誕生日おめでとう。お誕生日おめでとうございます。ポンペット。何かを食べてる時だけ鼻水が止まるんだけど。ヤスルパンさん、タコありがとうございます。皆さんギフトありがとうございます。体温が上がると止まる。マジ？チョコ食べて寝られるって。チョコって眠らせない作用ある？スルーパンさん、ありがとうございます。ギフト、ひな祭りギフトね。おひなさんか。こんばんは。なんかチョコって逆に眠くなりそうだけどね。目覚めるのか。お風呂入るよ、もちろん。私がお風呂入らずに寝ることなんかほぼないですよ。ほぼゼロに近いですよ。私の至福のお袋タイム。お袋タイム。こんばんは。明日の9時からはくだらないとあります。10時過ぎからカラオケ配信します。お風呂入らないでおじちゃんと一緒に寝ないって。やだ。お風呂入る。お風呂入ります。よいしょ。
ゆめさんギフトありがとうございます。いやこのチョコ買うこと多くはないけど、たまたま前のおばちゃんがこれをチョコを2箱ぐらい買ってて、2箱ぐらいそうおばあちゃんが2箱ぐらい買ってたから美味しいんかなと思って買った。セトリ考えてないよ。でも新曲歌えたらいいよね、桜坂さんとかの。湯船浸かる派。湯船に入ってる時間が一日の癒しみたいな、一日の癒しタイムなんです。入らないとちょっと苦いですけど、でもなんか苦いからなんか体に悪くなさそうな感じがしていい感じ。お菓子食べてる感があんまりない、苦めだからさ。苦めです。 72% お風呂に入らないと。こんばんは。あ、結構厚め入れますよ。ぬるかったらすぐぬるくなるから厚め入れます。40も4とか5とかで入れて、あっちって思いながら入る。うどまさんギフトありがとうございます。48で入れてもね、お湯溜まっていく段階でまあ下がるんですね。45ぐらいに、45ぐらい結構めっちゃ厚め入りますね。熱すぎて足痒くなる。熱っ。入浴剤バブです。相変わらず匂いは適当、上から順に取ってる。バブ大量買いしてるんでバブってます。お話し会4月1日と2日追加しておきました。ありがとうございます。お話し会の再販がまた始まりましたので、買い逃した方とか改めて楽しかったからもうちょっと行こうって思ってくださった方とか、ショールームのサイン会見てサイン欲しいって思った方とか、ぜひお待ちしております。リンクより。どれぐらい入ってるの？まあ平均40分ぐらい。4月1日と2日幕張、今回のラスト。あ、幕張もまだ申し込める？リアル、およリアルもまだ申し込めるらしいです。3月3日まで。服部さん、ゴリラックマをありがとうございます。ゴリラックマね、幕張まだ行けるらしい。リアルお話し会と幕張関東かな、どうですか。幕張売り切れてなかったよって。え、それな、まだあるんだ。千葉です。25、26
26か26違う。ぜひ待っておりますので、直接会えるやつだからリアルの私が見れますよ。リアルな私とおしゃべりができます。4月2日のサイン会ツーショットもラストです。4月2日の衣装は「シークレット」。25が幕張メッセか。25が幕張メッセ土曜日、確か夜でしたね。いや、初幕張ではないと思います。シークレットか。1日2日1日は春のデートコーデ。シークレットすくみずって、じゃあ服の下にすくみずでも着ようかな。パーカーの下にすくみず着ようかな。のりまきさん、黄色い鳥ありがとうございます。そう、幕張はね、夜目ですので、ははって、ははは、いいね。ね、すくみずはちょっとダメなので、ルール的に服の下でしかできない。服の下すくみずですしかできないよ。ね、すくみず着てるよって下に言うことしかできませんね。もう想像の世界ですよ。そのコートは来年も使えますかって。これコートじゃないんだ、パジャマ、パジャマでした。コートじゃないんだ。そう、ちいかわ色違いじゃないですよ。あ、昼はウサギ言ってたよね。昼はウサギです。これちいかわ、昼はウサギのパジャマ着てたよね、確か今日は。これは違います、昼とは。あったかいですよこれ、だからあったかいから着てます。暑そう。でも昨日の夜めっちゃ暑かった。これ着て布団も着て寝たらめっちゃ暑い。下はね、違いますよ。下はなくって、これ上だけです。でもこれ着て寝るのはいいんやけどさ、帽子がめっちゃさ、なんか邪魔になるっていうかさ、帽子分厚すぎてなんかこうやって寝るじゃん。めっちゃこの辺帽子があるよね。そう、帽子がめっちゃなんか首元あるの、これ。
そうパーカーとか着たら首締まるんよね、寝返りしたら。これもめっちゃ首元帽子が、そうかぶっては寝ないね、かぶって寝たらいいのかな。帽子がめっちゃな首に詰まる、取れないよこれ。うえ、パーカーとか首締まるくない、ね、寝返りしすぎたら。そう首締まるんですよ、危ない。そうゼラピケぐらいはいけるけど、これはちょっと分厚い。めっちゃ髪の毛切ってないですよ、見えるだけ、そう見えるだけです、切ってないです。ボブに見えるよね。寝返りはあんましない、右向いたり左向いたりするぐらいで、寝相はでもいいですよ。こんばんは。あんましない、たまに右向いたり左向いたりぐらいですね。ボーブボーブボーブ、髪がほとんど見えん、うつ伏せ寝ることあるある。はい、スポンジボーブ、髪の毛ありますよ。こんばんは、こんばんは。おひげに見えない、髪の毛伸びた、ふぃ。ぬいぐるみ、ぬいぐるみと一緒に寝ないよ。リラックもありがとうございます。ぬいぐるみと一緒に寝ないよ。そうね、明日からかな、運動していい日。27まで運動禁止なんで、正確に言ったら明日から。でかいウサギ元気、もうちょっと部屋掃除したらでかいウサギ持ってくるわ、ここに。でかいウサギはね、部屋の隅で眠ってるんですけど、もうちょっと部屋の掃除をしたらまた連れてきます、ここに。抱き枕、ウサギのこと覚えてない、あのピンクの忘れちゃったの、私の配信にいつも座ってたウサギさんを。あと81分、まあでも目安だからね、あくまで2週間っていうのは。0時過ぎたからもう全力で公演やっていいよっていうわけではないよ、あくまで。だいたい2週間だから、まあ、27ぐらいって言われてるだけで、28の0時から OK みたいな、なんか正確ではないです、そんな。こんばんは、こんばんは。目安でしかないから、0時からジャストでウェイとかないかも。こんばんは。だからまあ次運動するのが3月7なので、あと1週間ぐらいはあるので、
それまでにはもっと元気に、もう元気なんですけどね。次運動するのが3月7なので、あと1週間ありますね。自分が持ってる病気なら2ヶ月は安静。じゃあ違うかも。2から4って言われた気する。ひどかったらもっとだけど、ひどくなかったから、そう分単位で決まらないから、そう0時からってわけではない、目安です。でもね、今日歩いたよ。今日でもなんか新しい靴を履いて歩いたんです。10センチぐらいヒールがあるやつ。だから私今日178センチぐらいあったわけですね。そしたら 1.5 キロを10分で歩けて、10分ちょいぐらい、13とか。自分足長いのかなって思いました。 1.5 キロぐらいを10分ちょいぐらいで歩いて、早いんですよ多分これ。いつもよりめっちゃ早くて、え？みたいな、10分でなんで？みたいな。ヒールのおかげで10センチ足が伸びたから、多分歩幅も広がったんだなっていう。信号に引っかからなかったんか知らんけど、めっちゃ早くて歩けて、え、もう着いたみたいなことがありました。早いでしょ。10センチのヒール履いたらさ、10センチ足が伸びるから歩幅が広がるんだよね多分。わかんないけど、で今日はズボンだったから足も大きく広げれるし、めっちゃ早く歩けた。ね。1.5 10分ぐらいで歩ける。はい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 って。ズボンだったし、運動靴っぽいやつだったし、178センチだったし、めっちゃ早く歩けて、歩くの早って思いました。一歩が大きい。そう元気、もう元気なのは元気だよ。治ったし、いろいろ。うどむさん、ゴリラックマンありがとうございます。ゴリラックマン、ゴリラックマです。ってことで配信は23時で終わります。はじめの一歩。周りから身長高いなって思われてそうだよね。絶対思われてるよ。あったかそう。めっちゃあったかいよ。風通さない。もう分厚いもん。着太りするぐらい分厚いです。今日酒飲みませんでした。いつも飲んでるの逆に。エアコンつけなくても良さげだねってね、つけてるけど、つけなくても良さげです。ということで明日はクラコンがあります。くだらないともあります。くだらないとは
21時から YouTube です。だいたい1時間ぐらいかな。そんで10時過ぎからはカラオケ配信ができたらいいなと思っております。イヤホン探さなきゃ。レモンサワーいいね。瀬戸内レモン。寝るとき厚着だと暑くないって。暑い。昨日暑かった。昨日夜暑くて脱いだけどさ、普通に暑くて脱ぐんじゃなくて暑いから暖房を消したらいいんだよね、そういう時って。キツネさんタコありがとうございます。卒業祝いと入学祝いどっちもらったって。両方じゃない、まとめて、両方まとめてとか。うどむさんギフトありがとうございます。入学祝いかな、どちらかといえば。こんばんは。どっちももらったんじゃないかな、わかんない、忘れた。入学祝いだけでいいと思うよ、それだったら。揉めてるんだったら入学祝いだと思うね。両方の意味合いを込めて入学祝いを渡す。でいいと思います。入学するんだ。入学祝い、まあいいんじゃない、両方買ってあげたら。それだったら、欲しいものがあるんだったら、そんな具体的に言われてるんだったら。こんばんは。じゃあそろそろ壇上を読みます。入学祝い欲しい、もうないでしょ、入社とかじゃないと。13位奈良西さん、12位瀬戸内のミニマロンさん、11位大大さん、10位アキアンさん、9位理化学研究所さん、8位コーヒーさん、7位春夢さん、6位まえちゃん、5位やすルパンさん、お誕生日おめでとうございます。4位ハイパーさん、3位リチャさん、2位うのむさん、1位服部さん、ありがとうございました。入社祝い、アイドルに送ってるから娘に買ってあげなよ、両方とも。ってことでゆっくり寝てくださいね。あったかいお湯に浸かって、おやすみの投げほっぺ。はい、ってことでお話し会現在受付中です。幕張のリアルお話し会もありますので、皆さん来てください。会えるやつも今回最後です。幕張どうですか、あの東北の方とか。
リアルガチでお話し会おすすめ。そうだよ、サイン会とかもおすすめだと思うな私的に。サイン会とか、サイン会は CD1 枚で宛名一言サイン入り生写真オリジナル生写真なのでコスパいいです。ツーショットもいいんじゃない、アイドルとツーショット撮れる機会とかないじゃん、そういう機会しか。だからおすすめ。明日送る、え、全然いいですよ。もう花粉がひどすぎて、みんな花粉症ないですか？もう一回投げほっぺよって。まだ大丈夫。広島強いんかもね。なっちゃんも同じような症状だった今日。広島花粉強いんかも。薬とかあるんだ花粉症の。重症です、いた仲間。広島花粉絶対強い、めっちゃ強い。なべさんもこんな感じだった。底辺ですわ。今年は花粉多いみたいね。それ毎年言ってる。今年ひどい、今年ひどいね。毎年ひどいんだね。アレジ、アレグラ。底辺だ底辺だ。花粉には気をつけて。気をつけようがないよね、花粉って目に見えんからさ。気をつけたいのに気をつけれない。避けたいところではあるんよ。洗濯物、そうだよね、外干してるわ。もともとです、花粉とハウスダスト。花粉避けれたらいいけどさ、見えんけんさ、知らん間に吸ってるんだよね。吸ってるっていうか吸い込んでる。絶対部屋の中にも入ってるし。空気清浄機あるよ、ボクサーみたいに。お掃除の季節、あ、でも最近も掃除やってるよ。全然なんかやってもやってもね、まだ物足りんっていうかやりたりんけど。ドゥドゥドゥーン、乳酸菌がいいらしい。あー、ヨーグルト R1 みたいな、R1 系ですか。乳酸菌。R1 か。そっか、そっち系の。
花粉症の顔してるわ私。明日送る。見てるの？配信一緒に娘さんと。娘さんと配信見てるの？ん？娘さん公認なのすごいね。こういうショールームとか見てるの。ヤクルト戦か、あと在庫1個あったかも、冷蔵庫に。うーん、冬の恋人の日ですけど、明日のくだらないと楽しみにしてるね。9時からです。ね、7時頃にメイク配信をするかもしれない。夜あんま配信できないから。カラオケ配信は10時過ぎ。まあ明日の気分でメイク配信するかどうか分かりませんが、行く前にメイク配信をするかもです。クラコン見ながら配信できたらいいんやけどね。1時ぐらいに。クラコンって1時ぐらいやったよね。けど0時までしか配信できないから。なんかついてる。ほんとだ、リップだ。これあれだよね、ペットボトルのさ、ここにリップがついてるじゃん。だから回して飲んだらつくんですよ。同じとこかな。あ、クラコンの CM 流れてる。なう。そう、リップのとこで飲まないと、こうやって回して飲んだらつくんですよ。テレビ、そう、クラコンの CM が流れてた。ヒロテレなんかな。月曜から夜更かしやってる。あ、もう23時までだ。終わりじゃん。月曜から夜更かし早くなっちゃったからさ、見れない。いつも配信終わってから見てたのに。時間早まっちゃったからさ、見れない。何かぶってるの？ちいかわです。うわ、落ちそう。あぶねえ。ティッシュ8割れ。ちいかわね、月曜から夜更かしじゃなくなった。そう、本来はさ0時以降ぐらいにあったからさ、配信終わった後にテレビつけて見てたんだけど、早まっちゃったからさ。配信時間とかぶるんだよね。お時間になりました。そうですね、そうですね、終わろうかしら。そうですね、昼寝したのに眠すぎ、いいことじゃん。早く寝よう。お誕生日のお祝いもありがとうございました。おめでとうございました。夜勤ですか？
すごいですね、夜勤なのにたくさんコメントができてる。はかどってますでしょうか、お仕事は。こんばんは、遅っ。何してたんだい今日は。ゆっくり休んでね。私も眠たい。でもお風呂入る。これこのからん、これから。噛んだ噛んだ。この後とこれからが混ざった。この後お風呂タイム。5% オフに目がくらんでイオンに寄ってから帰ってきました。へえ、そんなんあるんだ今日。寒い？いや、どちらかといえば暑い。こんだけ着込んでるからね、私私服の上にパジャマ着てるから、ほらこりゃ暑いよね。服の上に服着てるからバリバリ暑いです。明日プレゼント企画もあるんですね。色紙でしょ。あるある、意外と当たりやすいからね、ぜひ応募してください。もうね、すでに持ってる方もいらっしゃると思うんですけど、何回かあったので、あの色紙のプレゼント。そう、下は私服、私服の上にパジャマ着てます。部屋の温度27度？どうやったらそんなに上がるの？暖房30とかつけてる、もしかして。みんな遅いね。 今頃みんなこんばんはって言ってくる。あ、ヒーターとかつけてんのか。YouTube キリカのグイグイ期待してます。明日何やるんだろう。T シャツ、え、すごい、いいね。お休みの日、まあ別に別にですけど。占い、30はつけすぎだよそれ。23、4ぐらいがいいんじゃない、暖房は。私は確か23。これが目に入らぬか。23です。23でつけてるのに部屋は18度しかありません。ということで、じゃあ終わろうかな、そろそろ。暖房つけてるよ。今見せたじゃん、リモコン。そう、ちいかわ喉やられる。そうね、だからあの加湿器もちゃんとつけてます、しっかり。ということで、明日は10時半ぐらいからカラオケできたらいいなと思ってます。でも短いので7時ぐらいにメイク配信もできたらやります。行く前にね、準備配信ってことで、今日は終わります。ありがとうございました。お疲れ、おやー、おやすみなさい。7時なわけないでしょ。19時だよ。準備早すぎ、それは9時からの YouTube 配信なのに。
おやすみ。